いやいや、お前のそんなわかんのちゃうかな。自分のやってる任務はな、ちゃんとしっかりやらんとな。うん、そうやで。そらそうや。うん。だから言うてみ。うん。いやでもな、言うとくけどな、これ組織やからな、それはちゃんとわきまえとかな。お前これなんで、これなっとったの。あいつもかわいそうやったで。そしゃあないしゃあない、それ組織や組織。あ、どうもこんばんは、KG です。はい、いや結構ね、俺こっちの方の世界では、まあ、上の方やからな。まあ管理職っていうか班長やから、まあ言う時にガシン言うとかんとな、しゃあない、いやそんでね、今日は、はい、手話の針届きました。箱をね、開けたらビリビリビリ言うて、だからね、もうね、開封の儀をせんまま、紹介していきたいと思います。手話のね、44N、 俺この針が好きです。なんでやろう言うたら、まあコントロールバイナルの開いもいいですし、音もいい。そんでね、出力が大きいんですよ。みんなね、44G の方をよう知ってると思うんですが、 44N の方が出力がかなりでかいです。はい、だからね、コントロールバイナルのこの輪っかの飛来もちっちゃめでも大きめに広がってくれます。はい、それとね、張り飛びがしにくいのよ。44G よりか俺は 44N の方でちょっとしっくりしてるような気しますね。張り飛びはね、みんな癖があるんで、はい、癖によって、人によってちょっと違うんですが、僕は 44N 派です。まあね、針もね、いろいろあるんですけども、オルトホン、スタントン、ピカリング、オーディオテクニカ、ね、他いろいろね、いっぱいあるんですけども、はい、僕はね、シュワーがなんかダントツ抜けてるような気しますね。ヘッドホンで言うたらソニーみたいな、のような気がします。まあ、シュワーはね、マイクもね、もう定番いってるんでね、ゴッパチとかね、はい、なんで信用できる会社なんじゃないでしょうかね。はい。